って、え？待って、この色って最高レアな演出だよね。え、まさか最高レアキャラがこのガチャで出てくるのか。ルーダスだね。お、ハロー、名もなき光の実況者ルーダスです。では早速今回の動画から FFB のガチャを回していこう。有料と無料があるけど、そうだな、じゃあ今回は無料回していくか。まずはこの10連のやつから。結果としてはカイン、セシル、レイブス、サイス以外は FFB のキャラみたいだね。あ、このスタートダッシュガチャに鬼のナイトリーじゃん。よし、次はこれを引こう。え、ムービー流れるの？すぎないか、たまちゃんよ。これを見せられちまった以上、絶対引き当てないとな。え、他のキャラにもこういうムービーあんのかな？ちょっと見てみようか。おお、ノクトが玉座と共に現れた。王様の力見せてやるよ。それ、それ、それ。終わり。FF15 はまだやったことがないけど、原作でもこういう操作、コンボ攻撃ができるのかな。次はティーダ。あ、このティーダは FF10 の時のモデルか、ディシディアじゃなくて。キックでなんで波を切ることができるねって、島も破壊したし、どうなってんだよ、お前のキック力。某超次元サッカーの炎のエースストライカーくんも、真っ青になっちゃうね。ぜひとも次回作のエナイレに、ティーダくんを出そう。次はシャントとか。あー、シャントットが巨大化していく。あ、月をぶん投げたし、惑星の原理をガン無視かよ。 FF4 の世界にシャントットがいなくてよかったな。はいよ、いっちょやるか。あれ、ギタンがいるのってイーファの木かな。なんとなくイーファの木っぽいんだよな。次はアドベントチルドレンのクラウドか。技はおなじみ超級バージョン5みたいだな。思い出の中でじっとしていてくれ。てか、この演出ってあれじゃん、オプロメニアとほぼ一致してるじゃん。いや、アドベントの方で流れていたモーションを FFB やオペラの方で再現してるのか。あー、この演出ってあれかな、アドベントチルドレンのやつを再現してるのかな。自分アドベントの方は見ていないからわからないんだよね。次はスコール。このガンブレードが落ちる演出はサイファーとの決闘のシーンを再現してるのかな。技はブラスティングゾーンか。どんだけ光の刃が伸びてんねん。イシディアでもそんなに伸びてなかったや。ルフィの腕もさすがにここまで伸びねえぞ。多分原作でまだこの技を見てないんだけど、原作でもこのくらい伸びるもんなのかな。伸びてたらやべえな。あ、レインって主人公か。イフリートと共に戦うのか。あ、そういえば FFB も召喚獣がいるらしいんだけど、いつになったら使えるんだろうか。オプレアやレコバみたいに好きな召喚獣を装備して使えるんだよね。まさか今みたいな技専用の存在じゃないよね。
次はラスエル。ショートの共闘か。俺も早くレインやラスエルみたいに召喚獣を使ってみたいぜ。で、終わりか。このガチャで今見たキャラの中から一体が当たるってことか。それじゃあ早速回していこう。オニオンナイト無事に当たるかな。さあさあ、虹色のクリスタルが降臨なさった。この中にオニオンナイトが入ってるって俺信じてるからな。頼むぞ FFB ガチャ、記念すべき20日目引き来い。ねえ、スコールか。オニオンナイトじゃねえ。アビリティはこんな感じ。 FF8 全然進めてないんだけど、原作を意識したアビリティもいくつか含まれてるってことでいいのかな。次はこのネオビジョンってやつのガチャを引いていこう。ここではフリオニールがピックアップされてるから、フリオ狙いで引いていこう。あ、ここでもムービー演出があるのか。このクラウドはさっきのとはまた別のやつか。FF のリメイク仕様のクラウドね。あー、リメイク版のクラウドもピックアップされてるのか。ならクラウド狙いで回すってのもありだね。あれ、バイクに乗った。まあリメイク版の終盤で確かにバイクに乗ってたんだけど、え、こういうスタイルでも叩かれるか。まあ FFB やって日が浅いから俺よくわかんねえわ。次はレイン、主人公ね。やってやるぜ。おい、新しい力とやるで宇宙を破壊すんだ。フリーザ様が黙ってねえぞ。次はアクスターってやつか。あれ、なんかでっけえ筆が出てきた。はい、しのぶぐさ。なんか最初から最後まで和風テイストが漂ってたな。まあ俺はこういう演出も嫌いではないぜ。ギャグ要素って呼んでいいかわからんが、見てて面白いよね。次はソルってキャラ。私は真理の月だ。え？全てを無に。太陽と月が無の力で消えちゃった。ちゃんちゃん。さすが、イケメンになったエクスデス。エクスデスの素顔って、こんなイケメンだったんだね。お、待ってました、不良にいる。自由のために、俺は戦う。受け止めてみろ。技はロールオーバームズか。ノバルの花畑を舞台に、フリオニールが暴れ回るこの演出、完全に PS4 で発売される FF2 リメイクや。 FF2 リメイクもし出るとしたら、こういうグラフィック、いや、スチームゲーム並みの神グラフィックでお願いします。ディシリアのアナザーフォームにも変身できるんだね。クラウドのバイクのポジションか。いやー、オニオンナイトは引けなかったけど、フリオニールこそここで引き当てたいね。では一通り見たので早速回していこう。あ、クリスタルの色が違う。虹色じゃなくて燃え盛る炎のようなオレンジ色なんだね。じゃあ現状 FFP の最高レアな演出はこれってことかな。それじゃあ早速回していこう。振りを来い。あー、クラウド、リメイク版クラウドが出てきたか。まあフリオニールが良かったけど、知らないキャラが出るくらいならクラウドの方がまだマシかな。なんだこのカード。え、カードももらえるのか。まあ押してみようか。あ、FF2 の最初のイベント、プロ騎士との戦闘シーンだ。こういうカードも手に入るんだ。まあどういう役割を果たすかはわからないけど、
クラウドをバイクの姿にするには EX 覚醒とやらプラス1にしないといけないんだ。魔法はファイヤーを覚えていて、アビリティはこんな感じと、ブレイバー、ブレイブモード、アサルトモード、ディスオーダーにインフィニットエンド、リメイク版の技がしっかりと出力されてるね。ビジョンカードはネオビジョンキャラが装備できる。ああ、さっきのカードって最高レアのキャラしか装備できないんだ。誰でも装備できるってわけじゃないのね。なんか月曜日限定の無料ガチャってのが出てきたんだけど、じゃあせっかくだし最後でこれを回して終わりにしよう。一回回すタイプでボスさん以上のキャラが出るのか。ならこのガチャで最高レアのキャラが出るってことは滅多にないってことか。なら気楽に引いてこの動画を終えようか。さーて最後は何が出るかな。待って、この色って最高レアな演出だよね。まさか最高レアキャラがこのガチャで出てくるのか。フィーナ&デイジー2020夏。今季節秋なんですけど、夏って書いてあるってことは季節限定のキャラってことだよね。それに2020ってことはつい最近1、2ヶ月くらい前に出たばかりのキャラ。そんなキャラがいかにも普通クラスのガチャから出てくるなんて。しかも俺が大好きな三大要素、女の子、水着、女の子二人でユリ展開っぽく仲良くイチャイチャして遊んでいる光景が全部詰まってるこのキャラ、間違いない。今回の動画の中で一番の大当たりだ。すげえ、まさかこんなところで最高レアキャラを引いちゃうなんてな。やったぜ。カードはガードスコーピオンとの戦いを描いたやつか。あー、でもレベルが最大じゃないからアビリティは全然ないのか。まあ別にいいよ。この女の子二人はお兄さんが愛を込めてじっくりじっくりと育てていくからさ。でさ、ムービーって見れないのかな。最高レアキャラってことはムービーもあると思うんだけど、どこで見れるんだろう。きっと可愛いムービーになってることは間違いないから、ぜひとも見てみたいんだけどな。星5セレクト召喚。あ、そういえば前回なんかそんなチケットもらったな。どれどれ、どんなキャラがいるのかなって、あレムちゃん、レムちゃんがおる。この世界のレムちゃんも可愛いね。結婚しようよ。